当たりがね、C ってくれたらちょっと嬉しいんですけど、うわ、それは嬉しいですね。こんにちは、会長です。僕ちょっと面白いこと思いついちゃって、僕の配信よく見てくれてる方はわかると思うんですけど、僕って配信終わる時にデッキ更新してるんですよ、カスタムで。いじってね、めちゃめちゃ時間早くして、デッキ更新してるんですけど、それで、なんか微妙にありえそうで、でも、味方に引いたらめっちゃうざい、なんか、デッキとキャラで更新しといて、コンパス終わるっていうね、遊びにハマってて、結構、ノラシーズンって友達が、なんか何のキャラやって持ってるのかなとか、上位勢がどんなキャラやって頑張ってるのかなとか気になるじゃないですか。で、見ると思うんですよ。見ると思うから、そのためにね、ちょっとね、変なデッキで、更新してます。サムネにあるやつ、なんかやっちゃおうって思って、テスラとかでね、やってたんですけど、騙される人いいのかな。ちょっとね、悪質なんですけど、みんながね、デッキをね、最強デッキだと思って真似してくれれば、僕だけ一人勝ちでシーズン1位ですよ。そんなことはないと思うんですけど、とりあえず喋りながらなんか3点取れてるっていうね。どうしよっかな。これは、とりあえず A まで吹っ飛ばしとこう。吹っ飛ばしといて、広げて、自信安定かな。はい。でも実際さ、ありえそうだけど、なんか絶対味方に引きたくないラインっているじゃないですか。例えば、アミドはもう、超上手ければいいけど、大体刺さんないじゃないですか。だからあんまり好きじゃないですよね。とかもそうだし、ノラマルコスとかもそうだし。そんな感じなんですけど、暇すぎて歩いてきちゃった。なんもないんだよね。あいつ攻めてこないしな。バグドが上でタイマー仕掛けてきたら、ちょっとだるいね。ただ、大丈夫そうか。大丈夫そうだな。バグドールがこっち見てるから、放置しとこう。スプリンターが走り待ってくれてるんで。いや、でもこれは、詰め切らないといけないね。ちょっと角で待つ。いやー、迷うな。HS あるんだよな。ちょっとチャット打ちます。この、逃げ続けるにも HA で削られてくし、でも詰め切るにもフルカノだったら、合わせがしんどいんですよね。はい。死ぬかな。ナイスナイスナイス。いいカバー。うわ、めっちゃコラボ。めっちゃコラボ。こういうデッキだったら味方嬉しいんだろうな。ごめんな。今日使ってるのは、昨日の夜寝る前にちょっと、発作が起きて、コンパスしなきゃって思って、だから1時間ぐらい乗らっちゃったんですよね。なんか気づいたら。マジビビったんですけど。で、200ぐらい持ったデッキです。動画外でふざけてもしょうがないなって思って、真面目にフルカノ流してたんですけど、安心と安全の、白虎暗術。これは着地で切らなければ、はい。はい。伸ばして勝ちと。いいですね。味方が結構、自陣安定させてくれたというか、安定させたのは僕なんですけど、敵陣でヘイト買ってくれてたんで、僕はもうポータル歩いてるだけで勝てましたね。3点安全に取るっていうのは結構大事なんで、やってヘイト買ってくれてる味方はやりやすいですね。土日だからね、全ステ結構迷うよね、キャラ。相手キツネボイドか、ボイドの号令に波動拳っていけるか、いけるかな。キツネは無理で、GBG も無理だなぁ。C ってくれたから、カバーしてあげたいんですけど。どうしよっかなぁ。アンジュなんで、ちょっと回復が。どうする？どうする？カノネ振ったらあなたはやられます。いや、待って、やばい、待って、いや、マジか、危ねえ、危ねえ、危ねえけど、危ねえけど、や、無理や無理や無理や。
まあ、とりあえず B じゃねこれ。 B や B や。あーもうキツネはしょうがない。うまい。無理なんで、まあこれ HA で飛ばされるけど、これタイマン負けなければ問題ないという。これポータル危ね。ナイス。あー緊張した。ちょっと黙っちゃったね。ナイスすぎる。無理。3かけて。 OK ナイス。えらい。両フキーボイド。やっちゃって。やっちゃってください兄貴。バグドル先輩さえいれば。あと脇屋ね。はい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 。これは白虎で入れるから安心と安全の白虎なんですけど、これさ俺下がっていいか。波動拳貯めたい。前はお任せします。まあボイドール相手だったら合わせ楽だろうから頼めそう。で GBG が可能ねなんで暗示は切られないですよね。 OK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 。 はい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 。倒して殴って痛い。一瞬耐える。まあまあまあ俺には金矢吐かせたのは熱い。可能に怖いけど。ナイス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 。あとは走るだけ。いや落ち着いてるね味方。偉い。まあこれは勝ちっすかね。なんか割と走り回ってるだけだけど。あワンパンできないんだ。ワンパンできないんだね。あやったわ。6050。はいはいはい。まあそんなに高くないか。まあ、そんなもんすかね。まあ、コラボ240のタドアミとかが頭おかしいだけか。はい。じゃあもう一戦ねやっていきたいと思います。前世いいな。なんか動画的には前世の方が飽きは来ないかもしんないね。合図が鬼だけど白虎だと合図はちょっとしんどいのかしんどくないのかわからない。連続で来られるとしんどい。ライザが反対側行ったんで当たりが反対側行ってくれる。で上に2人行ったんでこれはカバーしてあげたい。はいワンパン。いやこれ波動拳貯めたいんですよね僕。当たりがね C ってくれたらちょっと嬉しいんですけど。うわそれは嬉しいですね。ナイス。いや偉いわチーカは。いやー面白い面白いね。はいはいはい。前転これはもう無理にいかない。前転切れれば OK。 ゆらら2枚入った。まあ、次、まあ、ちょっと反対側だったな。ライザーはね多分 HS 溜まるねこれ。水平はどうでもいい。当たりは毒だからサポート見込めない。はい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 。 OK。 どうしようかな。あこれやっちゃうか。これもやっちゃうか。で削れてるんで今のうちにアンジュを切っといて、まあ、踏んでもしょうがないから、まあ、味方次第かな。まあ、スタンはないからで号令は入ってるからちょっと削ってもいいな。ダッシュ可能には。バーゲンあんのか。うん、なるほどね。カットさんゆららか。はいはいはい。まさかのカットさんっていう。前転切ってたの明治なんで、まあ、D は切ったからバーゲンはないかなと思ったけど、いろんなデッキがいますからね今シーズンね。意外と回復なしが多いね。これは行かない。もう行かないの大事。もう時間使わせます。来ると思わせていかないっていう。で踏むだけ踏んどいて、で射程短いんで、まあ、来たら逃げる。
裏取り対処します。でこれ号令食らったら絶対落とされるから、待ちます。あ、これ順番に降りれば勝ちかな。時間的にエライザがねこっち側の反対取ろうとしてこないんで、はい、やる。待って、危ない、危ねー、ナイス、いいね、ナイス。いや3連勝しました。すごいすごいすごい、やっぱキャラがキャラだけに勝てますね。まあもともと勝率 82% とかあったんで、見たら始まる前にね、まあ、やっぱりリュウは安定して強いんじゃないかなと思います。デッキもね別に、まあ、ビャックアンジュで理想とは言えないし、でフルカノ3凸なんで240ではないんですけど、それでもね全然こうやって勝てるんで、ぜひね、まあ、180以上組めるんだったら、まあ、リュウやってみてもいいんじゃないですかね。そんなに慣れてなくてもキャラパワー高いから勝てます。では皆さんありがとうございました。